優先ロジスティクス株式会社は、東京都品川区に本社を置く日本の国際航空、海上貨物フォワーダーである。2020年3月現在、国内82拠点、海外45カ国512拠点、世界46カ国594拠点を展開している。日本のフォワーダー業界において、売上高は日本通運、近鉄エクスプレスに次ぐ、国内3位。 海上貨物取扱量は国内1位である。日本郵船グループの中核を担う企業であり、航空貨物の取扱いを主力業務に成長を続け、貨物の周配から保管、梱包、根菜、通関などの手配を行い、複合一貫輸送サービスを提供するフレートフォワーダーとして世界規模で事業を展開するグローバルロジスティクス企業である。 従来の航空輸送部門に加え、海上輸送部門にも力を注いでいる。また、高機能な物流拠点や 3PL を核としたロジスティクス事業も拡大しており、企業の物流戦略にさらに深く関わりサポートするロジスティクスプロバイダーへと進化を遂げている。従来は、航空貨物輸送、海上貨物輸送、コントラクトロジスティクス事業の3事業を、 柱としてきたが、2020年からは、サプライチェーンソリューション事業を加えた4事業を柱としている。2006年10月には、ヤマトグループである、ヤマトロジスティックス株式会社との間で、戦略的提携を行い、共同混載事業を開始、また2007年2月には、スイスバーゼルに本社を置く世界有数の国際物流企業である、パナルピナグループとの間で、 フレートフォワーディングに関わる、包括的な相互協力契約を締結し、パナルピナの航空、海上輸送に関わる日本での代理業務を受託する。一方で、優先航空としては、海外の自社ネットワークに加え、パナルピナ側には、特定地域における、代理店業務を委託している。2010年10月1日に、日本優先物流グループ市会社であるナイク、 ロジスティックスジャパンと統合し、優先ロジスティックス株式会社として、コントラクトロジスティックスを中心に展開。2017年に日本優先グループ事業戦略に基づき、事業連携の進化、営業基盤の拡大、グローバルネットワークの相互活用。 経営資源の有効活用等の目的で、親会社である日本郵船が TOB を実施し、日本郵船の完全子会社となった。以前は旅行業も営んでいたが、1994年に、旧郵船航空サービス株式会社から、旅行部門が優先トラベル株式会社として、分社独立した。2017年に、グループ経営理念が刷新された。また、 このグループ経営理念をもとに中長期経営計画であるトランスフォーム2025が策定された国際航空貨物料金をめぐるカルテルで公正取引委員会は2009年7月7日独占禁止法違反で出した排除措置命令に不服を訴えた旧優先航空サービス株式会社について審判開始を決定したと発表コートリーは 旧優先航空サービスに対しては、特に悪質とみなし、17億2828 28万円もの課徴金納付命令を出した。2013年4月から15年7月にかけて、輸入船業の漁種を、他の漁種に偽って、輸入申告していたことが、通関業法に抵触すると認定され、東京、名古屋、大阪、函館の四税関から全国九カ所の、 通関営業所を対象とした71日間にわたる業務停止の監督処分を受けた。同社は処分に対しコンプライアンス活動の強化などからなる再発防止策を1月に発表し栄養認定通関業者の認定を自主返納した。国内82拠点、海外45カ国5 1 2拠点、 世界46カ国594拠点を展開している。主な事業所所在都市は以下の通り、ありがとうございます。